水木古墳は、奈良県奈良市大、柳生町にある古墳。形状は円墳。奈良市指定史跡に指定されている。水木古墳と、大柳生盆地奈良県北東部、大柳生盆地南東の高台上に築造された古墳である。これまでに、墳球上部、石室が作兵を受けているほか、1999年に発掘調査が実施されている。墳形は、円形で、 直径13から16メートルを測る。噴球周囲には、花崗岩の一室味による、外護列石が巡らされるほか、噴球東側では、木柱跡と見られる焼結3基が検出されている。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で、正方に開口する。石室の原室には棺2基が据えられたと見られ、原室内からは刀、鉄属、 バグの他多数の土器が検出されている。この水木古墳は、出土遺物より、古墳時代後期の6世紀後半頃の築造と、推定される。大柳生盆地を一望する位置における単独墳で、ある、点、石質規模、豊富な副装品の点から、奈良市東部における有力墓に位置づけられる古墳である。古墳域は2006年に、奈良市指定史跡に指定されている。 石室主体部の埋葬施設としては、両袖式の横穴式石室が構築されており、正方に開口する。石室の規模は次の通り、原室の床面には、扁平な歴史が敷き詰められる。発掘調査で検出された、副葬品は次の通り、以上の副葬品はいずれも調査時点で現位置を止める状態ではない。また石室開口部で、末期大亀。 月見が検出されている。ありがとうございます。